アガシー湖の広さを示す地図19世紀に地質学者のオーレン・アパムが作成現在では水域が過小評価されていると見られているアガシー湖はかつて北アメリカ大陸北半分の中央にあった巨大な氷河湖である最終氷期末に氷が溶けた水が貯められ現在の五大湖を合わせたよりも広くまた現在世界にある湖水を合わせたよりも多くの水を 叩いていた時があった。1823年に、ウィリアム・ h キーティングが、その存在を主張し、1879年に、ウォーレン・アパムが、表記の発見者として知られるルイアガシーにちなんで、名付けた。この時アパムはこの湖が、氷河作用で作られたことを認識した。最終表記、北アメリカ大陸北部は氷河に覆われており、気候の変動によって氷河が拡大したり、 縮減したりしていた。この大陸氷河は、ウィスコンシン氷河期と呼ばれる時代に形成され、3万年から1万年、前の北アメリカ中央部の大半を追っていた。氷床が分解すると、その前線に誘拐水でできた巨大な氷河前円庫を形成した。氷河の円が交代するのは、氷河流れの反転では起こらず、氷床の誘拐で起こっていた。1万3000年前、アガシ湖は、 現在のマニトバ州の大半、オンタリオ州北西部、ミネソタ州北部、ノースダコタ州東部、及びサスカジワン州を覆っていた。その最大の時は44万平方キロメートルに、及びカスピ海など現在世界にある湖を合わせた、ものよりも大きく、国海の大きさに匹敵するものだった。この時期に、湖水は何度か排水されている。南は、 トラバースギャップを通って、ウォーレン氷河川、現在のミシシッピ川支流であるミネソタ川に流れ、東はケルビン湖からスペリオル湖に流れ、北西はクリアウォーター放水路を通ってマッケンジー川水系や北極海に流れたという証拠が発見されている。氷河が戻ってきた期間もあったが、1万年前には、現在のカナダアメリカ合衆国国境の北まで氷河が後退し、アガシ湖は、 水で満たされた。排水系に起きた最後の大きな変化は8200年前頃だった。ハドソン湾に残っていた氷が溶けて、アガシー湖の水をほとんどすべて排水させた。アガシー湖の最終排水によって、水系で0.8ないし2.8メートル海面が上昇したとされている。アガシー湖の大きな排水系再編の動きは、気候の大きな変動、海面の変化、 さらにおそらくは、初期人類の文明に影響を与えたと見られている。北極海に大量に淡水が放出されると、太陽の海流に影響し、一時的な寒冷化が起きたと考えられる。1万3000年前の排水は、ヤンガードリアスが表記の原因になったと見られる。9900年から1万年前の排水は、8200年前の低温期を生んだ可能性がある。 ターニーとブラウンによる最近の研究は8500年前の排水をヨーロッパの東から西へ農業が広がったことに結びつけている。これは聖書にある洪水神話など前史時代文化の洪水伝説の根拠である可能性も示唆している。ウィニペグ湖、ウィニペゴシス湖、マニトバ湖、ウッズ湖は古代アガシー湖の名残である。 その他にも、アガシイコの地質学的また地形学的証拠が現在も見られる。水際からかなり離れたところに見られる。流気海岸は様々な時に湖の境界だった場所を示すものである。北のレッド川は南から北に降っているが、古い停線は北に行くに従って登っており、これは氷河期以降の近くの反動によると見られる。アシニボイン川やミネソタ川など、 現在ある川の流域は、もともと、アガシー湖に入るあるいは、アガシー湖から出る水で切られたものである。レッド川流域の肥沃な土壌は、アガシー湖からの沈泥が堆積して形成されたものである。ありがとうございます。